はい、どうも、イシケンです。今日は24時間テレビ意味あるということでやっていこうと思うんですけれども、今日もね、僕がだらだら個人的な見解を話すというスタイルなので、ここの一応アジェンダに沿っては話していくんですけれども、まあ、このままずっと僕が喋っていくみたいなスタイルでやっていこうと思います。はい、ということでですね、毎年、まあ、この時期になると話題になる24時間テレビと、非常に今年もそうですけれども近年になって批判されることが増えてきたというところで、皆さんもいや24時間テレビなんて意味ないよとか、感動ポルノだよとか、あるいはあんなのチャリティーじゃないよとかいう声がいろいろ多分あると思うんですね。なのでこの声に関して一体個人的にどう思うのかというところをちょっと論点整理しながら話していきたいなと思っています。はい、ということでまさにですね、今8月22から23日にかけて放送されている24時間テレビということなんですけれども、例えば障害を持った方が何かこうドキュメンタリーで追われたりとか、それに基づいたドラマが放送されたりとか、あるいはまあ障害以外のですね、社会において何かこう課題を抱えているような人に対してこうフォーカスを当てて、まあその人を応援するみたいな、そんな感じですね。で、中にはその障害者の方が実際何かをチャレンジするっていうところをリアルタイムで追っていくようなものもあったりして、こういったところ結構まさにこう感動ポルノだというふうに批判されるわけですけれども、でもとはいえもう40何年間やってるわけですね。40年間ある種こう夏の風物詩として毎年毎年続いてきたというところで、今年なんかは特に批判もあったんですけれども、日テレの社長がですね、結構強い意志を持って開催したみたいなことも一部報道されたりしてるぐらいには、やはりこうテレビ局にとっても一大イベント、事前のね CM とかも結構多いですし、まあ、24時間テレビというと、まあ、多くの人が知ってるみたいな感じなので、批判も集まりやすいというところになるんですけれども、じゃあなんでそもそも批判を集めてるのかというと、こんな感じのパッと出てくるだけでもいろんな論点があるんですけれども、ちょっとまあこれを順番に見ていくという感じにしましょう。はい、ということでまずですね、出演者のギャラだったりとか、あとは番組の途中に放送される CM があると、まあ、これお金出てんじゃんと。でしかもそれは別に日テレにとっても CM とかを通じて収益になってるわけだから、これ別にチャリティーじゃないよねというような声が大きいわけですね。でこれはですね、芸能人にとってもこれある種仕事なわけで、ただ働きをすることはできない、させることはできない。例えばボランティアとか NPO とか聞くと、皆さんただ働きをしてるイメージ強いかもしれませんが、実際にはそんなことないと。例えば NPO であっても、どっかの国に寄付を届けますみたいな NPO であっても、その人件費だったりとか、それの活動に関わるお金っていうのはきちんと支払われるわけですね。なのでこれボランティアとか何かその世の中のため、世のため、人のためみたいな仕事が全てこれただ働きで成立するわけじゃないわけです。例えば震災が起きた時なんかは自衛隊が行きますけど、じゃあチャリティーだからといって自衛隊の人にお金を払うべきじゃないというふうに皆さん思わないわけですね。なのでチャリティーだから全てそこに関わる人にお金を払われるべきではないというふうな意見というのは、これはそもそもちょっと間違っているということになるんですけど、でもとはいえ一方でチャリティーという一応看板を掲げているわけだから、芸能人に対してそんなにお金払うのどうなのとか、あとは日テレなんかもそれスポンサー集めてるのどうなのみたいな声が、まあ、根強くあるというところですね。これ個人的な見解としては、やはりその無料でじゃあ芸能人に払わ出させればいいのかというところは、これはまあ違うのかなというところはまず思います。まあ、ただとはいえですね、その芸能人にとってもやはりこの番組に出ること自体というのが今非常に難しくなっているというふうには言われます。というのも、出たら出たでチャリティーじゃないのに お前は高額なギャラを受け取ってるのかという批判を、まあ、結構集めやすいというところなので、まあ、以前にはですね、出演者の方がその出演料をそのまま寄付しましたみたいな話なんかが結構盛り上がったんですけれども、でもとはいえその芸能人をアサインする事務所にとっては、まあ、そこでただ働きをさせたくないと。で特にまあ出てくる芸能人の方って非常に有名な方ばかりなので、まあ、そこで例えば名を売るとかそういうことをなかなかこうできるわけではない、もうすでに名前が売れてる人なので、改めてここで別に名を売る必要ないよねみたいな話もなってくるので、じゃあ果たしてここに出ることが、まあ、芸能人にとっても個人のその戦略にとっても得策なのかというと難しいという状況になっていると思うので、この問題というのはやっぱり番組の構成上というか構造上解決しないと芸能人どんどん出づらくなるんだろうなっていうところも同時には思います。で例えばですね、アメリカとかそれからヨーロッパでいわゆるその芸能人チャリティーに関して非常に熱心だったりしますけど、まず自分でチャリティーに自発的に出たい場合というのは、無料でボランティアでやりますよ、ボランタリーでやりますよというようなケース非常に多いんですね。なので芸能人、日本の今現状の芸能人が何かこの番組に出たらいいとか、あるいはこういう活動をやれば非常にこうチャリティーに熱心な人として認められるみたいなのってあんまりないと
いうことになると、芸能人にとっても今後多分そういうイメージアップだったりとか、まあ、自らがどんな社会問題に関心を持って、そしてどんな、まあ、具体的にアクションしてるのかみたいなところって、結構その今後の、まあ、日本のセレブリティというか芸能人の在り方として問われるようになると思うんですね。まあ、そういう意味であっても、その彼らが24時間テレビに出るのは多分得策ではなく、自らが本当に関心を持っている問題に対して発信をしたりとか寄付をしたり、ボランティアで活動するみたいなところがどん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 主流にはなってくると思うので、そういった流れを考えると、24時間テレビこの出演者のギャラどうなのみたいな話はやっぱり一定度こう番組側は真剣に考えなくちゃいけないんじゃないかなとかも思ったりします。はい、ということで2つ目ですね、命の危険がある中でのチャリティーマラソンということで、そもそもなぜそのまあ、障害者というかチャリティの問題を考える上で、もうマラソンしなくちゃいけないんだっていうツッコミが、まあ、ずっとあったわけですね。で、ある種それが、まあ、エンタメというかエンターテインメントとして今までは見れたのが、その状況が変わってきてると。素人がマラソンに出るっていうことで非常に危険性が高いということも言われてきましたし、やはりこうどん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 世の中の、人々のですね、その視聴者の感情としても、やっぱり苦しんでもなんとか頑張るぞ、ゴールするぞっていうのを見るのがやっぱり厳しくなってきてると。でそれはもちろんその例えば体罰だったりとか、あるいは、しごきみたいな、なんかそういうこう無理にスポーツをやらせるみたいなことが批判的に見られるようになったというところも、当然それは社会の流れとか、まあ、あるべき姿としては進んできたわけですけれども、まあ、同時にそれに対してのこう直感的な嫌悪感っていうのが、まあ、どん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 多分世代が若くなることによって強くなってきてると。ある一定の世代までは、あ、頑張ってんだぞ、よし、歯を食いしばって走れというふうに言ってたのが、あの人たち別にプロフェッショナルじゃないのに、なんでそんなことやらされてんのって、お金のためっていうふうに、まあ、なってくるようになって、感情としても結構受け入れがたいような状況が起こり始めていて、そこに対して非常にその番組が無自覚であると。で特に今最近熱中症の問題がこうずっとずっと言われているのにもかかわらず、まだ走らせるのかというようなことが言われている。個人的にはこの辺なんかはやめた方がいいなっていうふうに思いますし、あと今年はですね、コロナなんかもあって行動で人が集まるのも良くないので、なんか私有地をぐるぐる回りますみたいになってましたけど、まあ、そこまでして走らせるんだったらなんか別の企画やった方がいいよねとかも思ったりもしています。はい、ということで3つ目ですね。このあたりはやはり皆さんも最近になって非常に耳にするようになった、いわゆる感動ポルノという話ですね。何かというと、障害者にガシハードルというかゴールを与えて、そこを乗り越えさせる。で、これを見て、感動しました、素晴らしいですね、頑張ってください、みたいなことを言って満足するみたいな。オーストラリアかなんかだったと思うんですけども、方がそれを批判して、この言葉が非常に世界中に広まって、で、それをですね、NHK の番組が取り上げて、で、24時間テレビに対して感動ポルノだという言葉が、批判が一気にこう一躍、人口に感謝したというような感じなんですけれども、こういったその感動ポルノとしての批判があると。でここはですね、非常に難しい問題だなと思っていて、一概に感動ポルノだからダメ、感動ポルノでも OK という話ではないと思うんですね。というのも、体が不自由な方がですね、わざわざ富士山に登るみたいな話で、まあ、本人が別に登りたければいいという話もあれば、一方でなんで富士山登らせなくちゃいけないのと、それはまあ企画者側のエゴでしょうと、何か分かりやすいこう、ゴールというかハードルを与えてそこを乗り越えてくださいという、まあ、企画が見栄えがいいと。これ、まあ、実際にこれを視聴者が見栄えよく見てるかというと、まあ、これは別の話ですけれども、企画者側としてはこれが見栄えがいいはずだと思ってやってるということは問題なわけですけれども、一方で何かの人間のある行動に関して、それは感動ポロのためにやってるんでしょうということを、まあ、外野がジャッジするのはなかなか難しいわけですね。本当に本人がやりたくてやってる場合もあれば、やらされてる場合もあるというところで、これは非常に難しいラインだなというところは思います。じゃあここに関してどういうアプローチができるのかというと、やはりこの次のところかなと思います。でこれ何かというと、バラエティか啓蒙かというふうに書いてあるんですけれども、現状の企画っていうのがどうしても、やはり先ほど見栄えという言葉を使いましたけど、見栄えが良くなるようなものをどうしてもテレビだと選ばなくちゃいけないわけですよね。まあ、なので例えば苦しいけれども頑張って走っているとか、頑張って山に登っているとか、まあ、何かしらこうそういうハードルを乗り越えた、みんなでよくやったねというようなこうバラエティのような作りになってる。でこれが非常に時代に即していないし、かつ人々から同時に嫌悪感を抱かれているというふうになってですね。でここに対して、まあ、啓蒙という言葉がいいのかわからないですけれども、その別のアプローチがあるんじゃないかというところが、これ個人的な見解になります。でそれ何かというと、現時点で現状でですね、その我々の社会というのは非常にこう障害者に対して理解が進んできていると。でもちろんそれは、いやいやまだこんなこともあるだろう、こんなところも十分じゃないだろう、バリアフリーとかこういう問題はこう
なところが残ってるんだ、いろんな声がもちろんあると思うんですね。あるとは思うんですけれども、おそらく24時間テレビがスタートした40年前とか、なんなら20年前とかに比べて、かなりその問題に対しての意識は高まってきてるわけです。で、もともとこの24時間テレビというのが何の役目として生まれたかというと、テレビという媒体が影響力が大きかったからなわけです。でも、今は違うと。それ何かというと、もう YouTube もあれば、インターネットもあれば、そういったところの方が明らかに影響力を増していると。そして視聴者というのはそういった影響力が大きい媒体で、障害あるいは LGBTQ あるいは社会的弱者、いろんな人の問題というのにもう気づいているわけなんですね。なので改めてこれ24時間テレビでほらこんなに障害者って大変なんですよとか、こんなに問題あるんですよっていうことをやらなくてももう分かっていると。むしろその先に我々の社会が何ができるんだろうとか、あるいは実は気づいていない、あ、これは問題だっていうことにすら分かっていなかった。非常に見えづらい問題の方にもっともっと視聴者というか我々の関心が高まってきている。まあだからこそ、その分かりやすいゴール設定を設けて、こんなことも乗り越えました。ほら、障害者でも頑張れるんですよっていうところがもう求められていないし、逆にそれをやると、まあ、視聴者であれ、障害者であれ、いや、我々をバカにするんじゃないよというような声が高まっていると。じゃあ、改めてこの問題何に、そのテレビ、当時の40年前のテレビというのがその担った役割を、じゃあ今どういうふうにこの24時間テレビとかが担うべきかというと、やはり見えづらい問題を可視化するっていう役目だと思うんですね。先ほど言ったように、我々今その健常者障害者っていう、そもそもこの二項対立自体も危ういよねと。そうじゃなくても、その自分のアイデンティティが社会でうまく受け入れられないっていうようなことっていろいろあると。だけどそのいろいろあるがすごく多様化していて、でかつ見えづらくなっている。見えないことで不満、心の、課題とかそういったものを抱えている人がすごく増えている。だからこそそういった問題に多分24時間テレビをもっとフォーカスのあり方を変えなくちゃいけない。でインターネットとかではまだまだ伝えきれない人っていうのが当然たくさんいて、その人たちに訴えかけるような番組とか企画っていうのを、まあ、24時間テレビとかが、まあ、テレビとかがまさにやらなくちゃいけないっていうことなんじゃないかなと思うわけですね。まあ、今24時間テレビにヒカキンさんとかが出てますけど、ヒカキンさんがコロナに際して小池都知事にインタビューをしたの、皆さん見たことある人もいるかもしれません。あれ非常にいいなと思っていて、やはりその YouTube しか見ないという層が今たくさんいる。で、そういう人に対してこうもっともっと視聴者目線というか一般市民目線で、え、コロナって怖いんですかとか、外出ちゃいけないんですかみたいなことをやっぱ聞いたみたいな。これがすごく受けたわけですよね。で、今24時間テレビに求められるのは何かというと、実はそういうことで、え、なんか LGBTQ って最近聞くけど、これぶっちゃけどういうことなんですかとか、あるいは障害あるって、この例えば、まあ、足が不自由とか、手が足が不自由とかっていうその身体的なものももちろんこれはすごく大きな課題、いろんな側面で抱えているとは思うんですけれども、そうじゃない実は見えづらい心の問題だったりとか、あるいはほとんど取り上げられることがない、他人からは他の人からは見えづらい障害っていうのにフォーカス上げてて、え、あなたってな、実はその病気全然聞いたことないんですけど一体どういうことなんですかっていうふうに学ぶような場とか、実はこういうことの方が求められてるんじゃないかなっていうのを思うわけですね。まあ、なのでそのバラエティとしての役割ではなく、やはり啓蒙という言い方がまあ正しいのか分かんないですけれども、我々の知識とか我々の理解をもっともっとアップデートするような作りとして番組を作る。それを単純に、はい、感動しますね、頑張りましょうね、力を与えてくれましたねじゃなくて、あ、こんな問題あるんだ、あ、じゃあこれって全然社会でまだ解決されてないよねとか、あ、逆にこういうふうに解決してきた事例があるんだ、あ、じゃあこれってもっとこんなところに活かせるよねって、こういう作りの方が多分今の時代とかみんな今のニーズに合ってるんじゃないかなっていうのは、個人的には思ったりします。でもとはいえまだまだこの構図にこういったまあ番組の作りにニーズがあるっていう側面も実はあるんですね。それがまあ最後の話になるんですけど、昨年の寄付金、これなんと15億円以上なんですよ。で、これすごい額ですよね。2日間やって、まあ、15億円集まるということで、もちろんね、ヒカキンさんとかそういった最近 YouTuber とかがまあ声を上げて、それによってガッと寄付金が集まるっていうのもあるので、一概にこの金額が多いからいいとか少ないからっ
とか、そういうことじゃないと思うんですよ。まあでもとはいえ、ネットが届きづらいとか、ネットじゃなくテレビの情報を信じてしまうとか、まあ別にネットが正しいとかそういう話じゃなくて、テレビの方にこう権威性を感じてしまう人っていうのはまだまだたくさんいて、そういう人たちに向けて、この24時間テレビの意義自体がもう全くないのかっていうと、別に多分そういうことではないと。我々が年に1回ぐらいチャリティー、まあ、かもしれませんし、あるいはもっともっとその社会の問題だったりとか、社会の課題だったりとか、そこで苦しんでる人に対して目を向ける機会っていうのが、こう全国民的にね、やはりまだまだ国民的なメディアではあったりするので、テレビはそれこそ YouTube と連動してでもいいですし、そのいろんな形でそういう機会が年に1回でもあればいいと思うんです。で、特に冬なんかはね、歳末助け合いとかもあったりするので、こういう夏とかの時期にそういうのがあってもいいなと思うんですけれども、そのためには今みたいなそのマラソンをするとか、あるいは何か障害者に、なんか頑張らせるみたいな、まあその頑張らせるというね、言い方が非常にこうね、上から目線だというところを皆さんも感じているんじゃないかなと思うので、まあ、だからこそみんなで学んでいったりとか、なかなか気づきづらい問題を、みんなで知るみたいな、なんかそういう場になっていくと、もっともっとこう建設的な番組企画になっていくんじゃないかなと、はい、個人的には思ってます。はい、ということで、今日はですね、24時間テレビ意味あるのということでやってきましたが、皆さんもね、ぜひね、感想なんかお聞かせいただければいいかなと思うので、コメントなんかで、これはなんかそう思うとか、ここは違うんじゃないかなとかあればぜひ教えてください。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。面白かった、参考になった方はチャンネル登録、それから高評価もよろしくお願いします。では、さようなら。